生まれたぐらいにこれが作られたんだなっていうのを、ちょっと本当にもうここに親父がいたんだなと思うと、正直ちょっとこう、いや、ものすごい重いものが、もう画面のなんかすごい、まあ自分にとって多分特別だからなのかな。でもあのモノクロですし、当時の技術ですから、もちろんそんなね、SFX なんてないしね。そうですね。そんな、照明だって機材だって限られたものだと思うんですけど、やっぱりものを伝えようという、そこにあの込められたこの作られた方の監督を含めね、気持ちがやっぱりものすごい、ただならぬものがあると、こうやってものすごい映画になってしまうんだなっていうのを感じました。なるほど。わからないんだろうな、きっと今の子たちに見せても。あ、そうかもしれませんけど、ね、その戦争を扱った映画とかあるけれども、あったよね、なんかあのなんとかの山とかいろんなの出てきて、はい、すると、やっぱりみんな一生懸命やってるんだけど、やっぱりもうなんか映らないよね。こういう本当にあのなんかお腹の底が本当にもうなんかグッと引っ張られて、なんか息ができなくなるような、こういう空気っていうのはやっぱりこの時代を体験したい人でないと出せないものが、何かが宿ってますね。そうですね、と思いました。まあ今はね、その、まあ、この映画の舞台になったセガマポリズンっていうのは、まあ皆さんご存知だと思いますけど、サンシャインになってるわけで、そういう面ではもう時代は本当に変わってしまったんだと思うんですけど、まあ、なくしてしまった。そうですね。で、数がここにありましたよっていう、もう小さな、そうですね、まあ、石碑とも呼べないような、はい、ものが立ってるだけですけども、立ってるだけですね。まあ、映画で僕らもこうやって今疑似体験をさせていただいたんですけど、逆にまあその過去の記憶というか、お父様からはね、この巣鴨での様子っていうのは宇治木さんもなんか実際にお聞きになったりとか、まあ、あるいはちょっと破片で聞いていて、今日の映画を見て、あ、親父が言ってたことってそういうことなんだろうかなみたいなのを思い出せる範囲でちょっと聞き、うちの親父というのは、はい、陸軍士官学校を出た、要するに職業軍人なんですね、ええ、だからこの作品に描かれているような、本当に赤髪で引っ張り込まれて、まして主役の方もいたけれども、それを望まずして、その場に、連れて行かれてしまった方とは違うんですね、何にせよ自分から志願してるというか、そのプロフェッショナルとしてそこに臨んでいる。で、巣鴨に3年いたんですね、はい、でその3年の前というのが、うちの親父は、インドシナ戦線に、戦車隊の、中隊長として、赴任していて、そこで終戦になり、そこを占領してたフランス軍ですね、フランス軍に、とっ捕まって、そこで、裁判のシーンがあって、あと、ね、自白するための思うシーンもあって、はい、ありましたね。あの辺は本当親父に無理やり聞き出した、とダブってしまうところがだいぶあったんですが、はい、うちの親父はフランス語ですね、フランス語で、まあ、通訳といってもほとんど、役に立たない通訳だったというふうに言ってましたけど、そこで判決を受けて、5年間、フランス軍の裁判で5年間、最初は、大量虐殺、強奪、監禁、強姦、ありとあらゆるこう罪状をつけられて、はいはい、死刑宣告だったのが、終身刑となって、現在のホーチミン市サイゴンですね、の沖合にあるプロコンドール島という、今はコンダオ島という名前になってますけれど、そこの要するにアルカトラス島のような、刑務所に5年間、受刑されていて、なるほど、それから、日本に移送されて3年間巣鴨にいたという状況があるので、親父は巣鴨に帰ってこれたということで、状況としては、B 級戦犯ですけれども、はい、この映画に描かれていたような方とはやっぱりちょっと違いますね。だから巣鴨に来た時は、あ、帰ってこれたんだ。あ、なるほどね。で、横浜に船が着いて、横浜から護送されていく道すがらに、
要するに橋の下とか、はい、要するにあのなんて言うんだろうな、こう道沿いのくぼみに人が住んでたって、それをこうその暗がりの中に人がいっぱいいるのを見て、まだこんななんだって言って、まあ、その時すでに5年経ってるわけですから、うん、45年か1945年、うん、昭和に50年、そうですね、50年、1950年にお父さんは帰ってきた。50年、ちょっと待って、1945年が終戦ですからね、そこから5年ってことになると50年ですね。50年ってことになりますね。50年ですね。なんか計算が合わないんですが計算がないですね。なんで計算がないんだろう。合ってる、合ってる、本当に、自分はまだあの逆算、いつも逆算するのね。57年生まれで3つ違いの姉がいるんですよ。で3つ違いの姉が54年生まれで、その前の年に出所していて、あ、そうかそうか、もう10年、あ、もう10年、ちょっと感じがしました。それ獄中でうちのお袋は慰問に行っていて、お袋が出獄するときに迎えに行って、うん、まあ、そのまま、まあ、結婚するんですけど、うんうんうん、あ、よかったよかった、よかったですね。気が動転してますね。いやもう本当にちょっと来てしまいました、これ、うん、その迎えに行った、まあ、藤木さんのお母様にあたる方ですけども、どういう心境だったとかっていうのは、まあ、あの映画の中でもね、まあ、主人公の一人だと思いますけど、山下さんでしたっけ、ヒゲ、うん、途中で、お姉さんからの手紙でね、その母が、自分の息子が戦犯だということで、自殺未遂みたいな手紙があったりしましたけど、本当、うん、まあ、自分の話になってしまうんですけど、はい、まあ、母親はそういうことは、まあ、父親は無理やり聞き出すまでそういう話もね、うん、で無理やり一緒にそのベトナムであったりとかインドネシアとか一緒に行ってもらった旅をしてね、うん、あの記録を残してっていうことをやったんですけど、まあそうするまではほとんど親父も喋ってくれないし、うん、お袋についてもお袋も要するに海軍系なんですけど、うちのおじいちゃんっていうのが、潜水艦乗りだったり、やっぱこの将校ですね、うん、でその娘だったので、まあそれのところは戦争でやっぱりガラッと変わってしまって、うん、まあ親父と出会った卒業も二門に行ってた頃は小学校の先生をしてたんですけど、それに至る経緯というのはそれなりにいろいろあったようですけど、それやっぱ詳しいことは話してくれないです。ああ、そうなんですね。これだからおふくろが死んじゃってからその妹がいるんですけど、はい、達したのそのおばさんですね、はい、おばさんに聞き出してなんかポロポロとこういう時お姉さんはねっていう話はしてたけども、うんうん、だから、うちのおふくろさんっていうのお母さんっていうのもその辺のところでやっぱり、戦争が終わりきれずに、うん、やっぱりその巣鴨に慰問に行ってるぐらいですからね。別に親父と知り合いだったわけでもなくて、その日本人形を作って、うん、人形を作ってそれをまあ服役してる人にプレゼントするという慰問活動をしてて、うんうん、でまあそれでうちの父ちゃんとまあなんかビビッときたんですけど、ね、来たんでしょうね、ビビッときたんでしょうで私がここにあると、なるほど、いうことですね。宇治木さん実はご自身はそのお父様の存在をどんなふうに捉えていらっしゃるんですか。 B 級戦犯でありというところで、まあ宇治木さんは皆さんご存知だと思いますけどね、歌手としてはその平和に対する歌をたくさん歌ってるわけですけど、やっぱりね、うちの奥さんの中にも言われるんですけど、ちょっとねそういうことに関しては全く、ね、異常に反応するらしいね。ああそうですか。やっぱりその戦争に向かわしているようなやつとかがいたりすると、うん、ものすごいそのただならぬ反応になるらしい、うん、っていうぐらいやっぱり自分の中ではその戦争っていうのは全くもって、自分が言ったわけじゃないんだけど、何かこううちの親父から、うん、親父がそこを終わらせられないまま、うん、生きてきたものがどっか体に DNA の中に入ってるなっていうふうに最近は思いを表したね。だからうちの親父っていうのもさっき話したように、やっぱ将校だったので、うん、やっぱりその戦争を否定することというのはやっぱり自分を否定することに、なるほど、なるんですね、うんうん、で
まあ、一番最初かな、ミャンマーに遺骨収集に行くという話が出て、それまでそういうことは親父は行かなかったんですよ。それまではだから、はい、靖国関係の会合とか、要するに軍人の仲間とか、うん、そういう会合者とかそういうところに出かけて行って、まあ貴様どれという同期生会をやったりとか、うん、そういうことはしてたけれども、そういった遺骨収集であるとか、いわゆるこう、やっぱりその戦争の惨劇、戦争によって起きた悲劇をそこに、出されていってというようなことはしてなかったんですよね。それもでも、まあ、たまたまその新潟県のその部隊の方たちがそこに出かけていくというのがあって、親父は直接のその上司ではなかったんですけれども、その歩兵隊をいくつかある隊の戦車隊だったので、思ってその懇意にしてた方がいらっしゃったんですね。で慰問に行くと言ったんで、それはミャンマーですね。はい、に行くというんで、これはと思ってついていこうと決めて、その時からかな、そのちっちゃいカメラを持って回しながら、親父に話を聞きながらという。でそれ取り出して、でその後に、これは、カメラマンと、まあ、自分不思議発見世界不思議発見をやってて、ね、ずっと一緒に世界をいろいろ旅してた、クイズ番組作ってたカメラマン と、ディレクターのやつにちょっと一緒に作り合ったので、でそれでベトナムに行って、親父がその服役してたアルカトラスとの流刑の地ですね、ここにはまだその、巣鴨はなくなっちゃったけど、その刑務所があるんですよ、もうまあそのまま要するにもう再利用もできず、してあると、まあ、その後に独立運動かな、独立運動での人たちとかも、ここにも映画にもちょろっと出てたけれども、やっぱ同じようにそこで、もう非常に不合理な裁判を受けて、処刑された人たちのほうも一緒に入ったので、そういう部分っていうのはちょっとちっちゃいこうなんか、まあ、展示のようなものがあったけども、それもかなりしょぼいやつでしたけど、そこを一緒に訪ねて、あとそのベトナムで、収監されていた刑務所が、そのものはないんだけど、その刑務所とここにあったんじゃないかっていう場所を訪ねて、しましたね。だその時にこの映画の中にもあったけど、もうすでにそのベトナムで裁判を受けている時にやっぱり処刑が始まっていて、親父もその時はもう、死刑宣告でしたから、そうするとそろそろベトナム行ってね、ここに刑務所があったね、どの辺にあったの、どういう感じだったのって聞いたらば、まあ、とにかくその、まあ、もう死刑は決まってるから一人一人こう個室に入れられてると、個室に入れられている個室が一つずつこう移っていくと、そうするとやっぱり、あ、次は誰だなっていうのが分かるんだよっていう、だからそれを言ってましたね。あとはまあちょっと止まっちゃったのは、最後やっぱそう近づいていくと、なんか最後は後で考えたらおかしいんだけど、こう雲とかちっちゃい虫が出てくる、話してんだよな。なんかそんなシャレっ気のある人でもないんだけど、おかしそうに言ってましたね。そこはベトナムでね。でもそれベトナムまで行かないと聞けなかったんですね。もう親父の時も80、今95に今度なんですけど、なぜか元気で生きてるんですけど。それは何よりのことですけど、そうなのかな。もう。あえてちょっとこう酷な質問をしたいんですけども、そのまあ戦争犯罪ってね、普通の犯罪とはちょっと違うのはもちろん分かってはいるんですが、うちは幸いなことにうちのじいちゃんっていうのは戦争に行かなかったんですね。目が不自由だったんで、兵隊に取られることがなかったんです。だからうちの、まあ、じいちゃんは戦争にも行かなかったんで、戦地にも行って、ずばり人を辞めることもなかったんですけどね。でもまあもちろん近所のおじいちゃんには、戦地に行って人を辞めたっていう人もいた
たし、まあでもそういうことがあって、でももちろんそれは今起きている犯罪とは全然違うことで、国家が犯した犯罪だから全然違うことで、でもああやって映画を見てると現地で子供を殺された人が、ね、いて、その親は自分の可愛い子供を殺されたっていうことであって、まあこういうことって本当にどういうふうに考えたらいいのかな、内木さん自身はどういうふうに思うのかな、お父様自身はどんなふうにそのことに関して考えていらっしゃるのかな。親父はね、細かい話なんですけど、はいはい、この映画の中にもあったように、やっぱりこうその一応こういう罪を犯したっていう、一応形として裁判だからあるわけじゃないですか、うん、お前はこういう非道なことを犯したから、うん、死刑の終身刑だ。親父はね、軍属を殺したっていうのが一番大きな、その基礎の要素になってるんですね、うん、それはあの友達にそのフランスのね、要するにその戦記というか戦争裁判を記録してるものがあるっていう話を聞き、友達にこう調べさせたのが出てきたんです、はい、そしたらそのフランス語でね、うん、その資料が出てきて、まあそれを言うと、だからその軍属と言われる、まあ、当時だといろいろフランスから来てて兵隊っていうか軍隊じゃなくて、それの周りの世話をするとか、まあ、日本人もそういう人いたみたいだけど、うん、そこのなんかこう、お財布が来ていた、その貿易省か、貿易省だったかな、貿易省の奥さんじゃないんですよ、うん、その会社の要するに社員っていうことなんだけど、どう考えてもそれはその女なわけなんですよね。で、そいつを殺したと。で、実際死んでるんですよ、その女の人、うんうん、では、それはカンボジアで、トンテサップコだっけ、あの周りに最後を駐留してた時に、やっぱり残った、もう逃げ切れなかった軍属と兵隊たちがいて、でそれを捕虜にしようとして逆にこう行ってた時期が、なるほど、あったわけね、はい、日本が。でその時に、その捕虜にする時にその女の人を殺してしまったわけ、うん、っていう罪状で、要するに戦闘ではないと、うん、一般人を殺害しているというのが最大で、その時の命令を出したのがうちの親父だっていうことが一番大きな罪なんですよ、はい、でこのことは親父にこれどういうことなんだと、この裁判の座法見たらびっくりしてね、その記録が残ってるのを見て、うん、そしたら、うん、これはねって、これこれっていうやつが撃ったんだよ、うん、でそれは親父の部下なんですよ、うん、でだからそれを俺がやらしたということで、うん、俺がその罪を受けて、でその自分たちの部隊をなんとか返そうと思ったから、俺の責任でやったということにして、その部下たちはみんな返した、うん、でこれがもう最大の親父の誇りなんだけどね、うん、その中隊は全員無事に返したっていう、うん、で、そのなんでその人を殺したかって、だってそんな女の人だし、その軍人でも何でもないわけ、なんでそんな殺したんだっていうのを聞いたらば、うん、動いてるものは何でも撃てと、うん、俺が命令したって、うん、なるほど、ってのははっきり言いましたね、うん、やっぱり撃たれたらこっちがやられちゃうから、うん、で親父は自分の部下を一人たりとも要するに殺されることなく連れて帰るのが最大の使命だと思ったんだっていうふうに言っているというのが、うん、言っています、うん、でもそれがだから一番の親父の中の信念なんじゃないかな。なるほど。でもそのおかげで結局その8年間というものが、その B 級戦犯で、うん、ましてや船で連れてかれるシーンあったけど、そのプロコンドル島っていうところに、うん、行くのに、今って飛行機でこう行けるんですよ、はい、飛行機。そこってなぜか今ベトナム開発したすごいリゾート地になってて、うん、すごいリゾートホテルができてて、飛行機も飛んでくるって、飛んでて結構これあるよね、大島より遠いよねみたいな話があってここどうやって行ったのって、あ船だな船ってことはあれ、あの甲板のところにこうやってこうやって並べられてって、おそうだそうだ、そういうことで明るく話すんですよ、なんかしね。だから、とにか
から聞いたって、いや辛いことはなかったなって言うんですよ、うん、でだけどさ、その繋がれてあのベトナムの暑い炎天下 で外で波かぶるわけだろうって、それでこう大変だったんじゃないのって、いやそれがなんだか知らないけどやっぱりフランス人なのかな、この輪っかがちっちゃい足のやつだとねちょっと抜けるんだよ俺はこういなくなった時にスポッとこう抜いて結構こう体を動かしてたなとかって言ってたね、うん、そういうこと言う時はなんかね楽しそうに言うんだ、ね、本当に、そんな思い出しましたね見てて、藤木さんはそんな話を聞いてどう思ったんですか。何言ってんだろうこの人と思いますよね、うん、もう辛くないわけがないじゃない。それで、うん、そのプロコンドル島っていうところに着いたって真水が当時はないんですよ、うん、で真水はその経営してるフランスの要するに刑務所長とか、うん、そういうのが飲んじゃうから、その家族がね、うんうんうん、そうするとどうしたのって言ったら塩水をこう置いとくんですって、うん、置いとくと少し飲めるようになるって。なるほどね。なんて聞いたことないけどね、うん、でやっぱりあとは雨降った時にその水を食べて、飲むっていう、うん、あとは葉っぱをかじったりとか、うん、まあ、でも5年間もいるとその中でだんだんそのやっぱり、うん、フランス人ってやっぱりその辺っていうのは、まあ、親父が言うにはフランス人ってその辺っておおらかっていうか、うんうん、なんかまあいい加減っていうかところがあって、だんだんその面倒を見るのが面倒くさくなったからお前らでやれっていうようなことになり、畑を作ったりとか、あと魚を取りに行ったりとかっていうのをみんなが始めて、おい、やることがあったぞって言うんですよ、うん、それは本当かどうか知らないけど、うんうん、なるほどね、うん、もうずっとここにいるんだろうなって、もう終身刑だから思ってたって言ってましたね。なるほど、うん、まあ、今回の映画週刊のサブタイトルというかタイトルが生きる権利っていう言葉がついているんですけども、まあね、両その戦争だけじゃなくて、まあ、今僕らは21世紀に生きてるわけですけどね、犯罪があって、殺す人がいて殺される人がいて、当然亡くなった方にも生きていく権利があったわけで、まあ、でも何らかいろんな理由があって人を殺めてしまった人もまた生きていく権利があるんだろうし、まあ、この映画の延長線上にそれがあるかどうかは分からないんですけど、個人的な感想をちょっと言いますと、実は今週福島第一原発の中に、うん、そうなんですよ、入ってローリングストーンので取材をしてきたんですけども、復興の本社の方の社長にも、それから福島第一原発の所長にも、インタビューを校内ですることができたんですけどもね、まあ、両方の方ともにおっしゃるのは原発は今でも必要だっておっしゃるんですね。それとバカじゃねえの、ね、まあ、本当にバカじゃねえのと思うんですけど、どうしたらいいのでもね、現場で働いてる人たちは本当に一生懸命なんですよ、広報の方々も。でとにかく自分たちは社会に迷惑をかけてしまったから早くね、その福島復興させることが大事なんだって言うんですよ。でまあ放射能にしても一生懸命多分彼らができる範囲でレギュレーションをして復興に向けて、まあ、廃炉に向けてやっているんですけど、ただ一歩外に出て、例えば僕はいわきに、前の日の夜泊まったりするんですけど、そこでやっぱり飲んで話していく、全然あるだろう、いわきも。そうですね、まあ、やっぱり周辺に住んでいる人の幸せと要は廃炉にする人たちの幸せっていうのが全然違うんですよ。それがもう同じ価値観の幸せの中にいないんですよ。で多分こう死刑の問題も少し僕は似たようなところがあるのかな被害者の感情を持っている被害者の周辺の人たちと、それから、遺族の周辺の人たちと、まあ、これが廃炉にする側とね、それから、自分たちの故郷が汚染された人たちと、エグザクトにイコールだとは思わないんですけど、なかなかそのいつも同じこうなんていうのかな、視線の中に、視点の中に入らない。だけど現状その間にあるものっていうのは死刑というもので、もう少しなんか違うものが何かこの2つをつないでくれないのかなっていうのは、福島に今週いて、そしてここに帰ってきてふわっと感じたことだったんですけど、藤木さんはなんかその生きる権利だったりとか死刑のことだったりとか、どんな風に感じてらっしゃいます？なんか結局もう自分が変わっ
ってやられちゃったんで、まあ、立ち上がっちゃったんですけど、結局その親父のことで、なんでそんなに執着してその一緒に見たくもないとこ行きたくもないとこにもう一回連れてって聞きたくもない話を根掘りほじくり出して、だ一緒に行ったディレクターが途中でぶち切れちゃったんですよ。お前 DV だろそれはって、うん、もうお父さん見てらんないっていうぶち切れて、でもその時はそいつに対してもそのディレクターに対しても俺喧嘩になっちゃって、でテレビ朝日で応援したんですけど、最後はそいつと言い合ってるっていうことになって、まあその後とんでもないことになって、まあ事務所からなんからね、本当お父様を何だと考えるんだみたいな、非国民名みたいな、何が非国民だと思ったけどね、いろいろ来たんですけど、結局ねやっぱり俺は自分はね、うちの親父にはやっぱり戦争しちゃいけないって言ってほしかったんですよ、うん、絶対戦争しちゃいけないんだよって親父が一言言ってくれたらば、こんなに説得力のあることはないんですよ、うん、説明はいらないんですよ、うん、それが言ってほしかった。でもう親父の洗脳は解けないんですよ、うん、やっぱり陸軍士官学校っていうのはあそこの市ヶ谷で、親父山口県出身なんですけど、山口のなんか17で上京してきた田舎門の田舎の秀才が市ヶ谷で叩き込まれたことが抜けないんですよね、うん、でもそれを抜いちゃうと多分彼は生きていられなかっただろうし、その8年間の刑務所の生活にも耐えられなかったと思う、うん、でまあその戦争が悪いことなんてのは分かりきってることだっていう、それはベトナムのあれかな、ベトナム戦争の記念館かなんかの中でもう言い合いに、もう本当にものすごい結果になっちゃったんだ。でも実際にあるじゃないか、歴史が物語ってるじゃないか、うん、どうしようもないことなんだって親父が言い出した時に、その通りだけどやめるって言わなきゃいけないことでしょって言ったら、お前だってその立場だったらお前だって戦争に行くかもしれないんだよ、お前だって武器を取るかもしれないんだぞって親父が言う、うん、俺は絶対にしない、そんなこと言えるかって、そんなことは今言ってるだけだって本当に親父が怒ったんですよ、うん、でもねその後に、じゃあうちの姉に息子がいるんですけど、あいつにその孫、あいつにが戦争に行くって言ったらどうするって、行かせないって言うんですよ。なんで俺は行ってもいいけどそれは行かせないどういうことだって言ったら、やっぱ親父はね全部俺には本当のこと言ってくんないんですよ。うん、だからね結構ね、そのいろんな方がやっぱりその、テレ朝に流れた後に親父のところに来て話を聞きたいという人が来られたりするんですね。なるほどね。その中には、うん、戦車マニアの人とかいるんですよそういう人にがで要するに話をしてるのを、ちょっと、まあ、なんとか手に入れてみたりすると、まあ饒舌に語ってるわけですよね、うん、全く自分の知らない、もうどうやっても聞き出せない、うん、その軍人としての、うん、親父のね、だから左翼だと思ってんじゃないすごい藤木さんのことも、ね、ものすごい今ものすごい自分すごい右翼だと思ってんだけどそうじゃない、そういうふうに思って、息子とはいえ気を許さないとこあるんじゃない、なるほどお前だけには負けないとか意味不明なこと言うしでもやがくそういうふうに親父に戦争はしちゃいけないんだっていうのは言ってほしかったっていうのがねあって、うん、それベトナムでやっぱりそれを言ってもらおうと思って、もう食い下がってじゃあその時一体何考えてたのって言った時にポロッと本当になんかちょっとなんかほわーんとして変わって、自分の考えなんかないよって言ったのね親父は。だから親父は不自由であることが分かんないんだと思う、うんうん、だからそれがやっぱりものすごく苦しくて、でも今見てたら本当に昔の話じゃなくて全く今の現在の日本に起きてること、世界に起きてることとシンクロしてて、その上なんか劇中で本当すっぱりと言い切ってくれてる人たちが何人も出てくるでしょ、うん、日
妹さんが生きるって、生きるってね、うん、でジョー言ってた、福島のことにしても何を置いてしても今一番にやらなきゃいけないのは福島なんですよ、うん、だってそこにもうずっとピッコンピッコンって SOS ともうデンジャーマークがつきまくってるわけだから、うん、なんか右だ左だ、うん、何経済だとか言う場合じゃなくて命の危険が迫ってる、うん、で何が悔しいってやっぱり国破れて山がありで日本って四季があって海があって山があって本当にまあ、ちょっと引っ込み思案でなんか陰険な人もいるかもしれないけど各地どこに行ってもやっぱり素晴らしい日本があったわけじゃない、うん、その中でさやっぱり食べ物だよね、うん、野菜であったり魚であったり肉だったりさいやこれどこそこの何なんだよって持ってきてくれるじゃない、うん、もうすごい嬉しくてそれで大盛り上がりしてその夜宴会なるものがハッてした時にこれ大丈夫かって真っ先に自分を思ってしまう、うん、もうそれが悔しくて悔しくて本当に悔しくてこんなことに誰がしたんだっていうねでこれを直さなくちゃいけないこれできることに最善を尽くさなきゃいけない全力を挙げてねって思うプライオリティを感じないプライオリティを持たない世の中っていうのに、まあ、もうどうにも理解が自分はできないっていうのがあります。それなんで、まあ、話はすごく飛んじゃうんですけど死刑フォーラムにね、はい、呼んでいただいた後にねやっぱ考えるんですよことあるごとに、うん、でそう思うとね思い出すのはねある番組でねその討論があってその時の大学生の子だったのがなぜ人を殺しちゃいけないんですかって聞いたんですよいきなり。そしたらみんな固まっちゃって答えられるやつがいないんですね。で自分は司会進行だったんで何と思ったんだけどここでお前何言ってんだって言っちゃったら番組でも何でもなくなっちゃうので田原総一郎になってしまうのでそれでその時はなんか自分の意見は言わずにね思ったんだけどただそいつに対しての最善の答えなんだろうってずっとやっぱり考えてたの何答えることになんか別にこうで死刑フォーラムの時も思い出してあいつに何て言えばよかったのかなって思った時にねやっぱりななぜ殺しちゃいけないかっていうと殺した後のことはわからない殺した後その人の魂か精神か何だかわからないけど殺した後はどうなるか誰もわからないでしょってそれをそのやってしまう権利が自分にあるのかでもしどうしても殺したいと思ったら自分を殺せばいいんじゃないかなと思ったっていうのが今のところの結論ですね。自分が自分を殺してみたらその死後どういうことになるのかっていうのが自分が分かるわけだから、うん、なるほどねと思いましたね。なるほどね、うん、あとそうそうその選手で今ねその親父にねお前が武器を持つのかもしれないぞって言われた時にその時即答できなかったんだけどねその後ずっと考えててねはって思った時にこの前も言ったんだけどあそうか武器を取らなきゃいいんだっていう結論に達しました。そうすると大変申し訳ないんだけどジョーがここで撃たれてても、うん、悪いけどここに銃があっても撃たないわでバーンって撃ってお前何すんだよってこっち撃たれたらしょうがないから撃たれるな。なるほど、そうすることにした、うん、申し訳ないけど、うんうん、それが、まあ、親父に対する口答えかな、うんうん、って思ってます。で話ごめんなさい長くなっちゃったんだけどその死刑のことを考えるにね死刑をねしないっていうことはねやっぱそれはね人を愛するってことなんですよ。自分以外のてか自分が理解をできない認めざるものを愛することだっていうふうに僕は考えるようになりました。だから死刑をなくすためには最低限みんなが人のこと、自分以外の人のことをきちんと愛せるような世の中にしないと
すっごく難しい。だってなんか愛せないやつばっかり増えてると思う本当に。てかあのやっぱね、あの思ったんですけどね、もう全然話しとれちゃうんですけどね、やっぱあのデンデンはね、あの多分俺と同じぐらいのレベルだと思うんだよね。どういうことなんですか。あの英語とかもさ喋るけど、まあまあまあね、ルカトミになっちゃうっていうのとかさアイアムオレンジジュースみたいな感じだけどさ俺もうちょっと喋れるかなだし、あとこうやってお話ししてると興奮してくると何言ってるか分かんなくなっちゃう、ね、あとね漢字は俺も読めない。なるほどでもやっぱ最大の違いは、俺もしあの場ででんでんって言っちゃったら、うん、あのかなり死を意識すると思うよあとゴルフがね漢字書き取りをするよね、うんうん、だからそういうことは恥ずかしくない。だから自分がなんか素晴らしいっていう思う点に対して、そこだけ見て生きていけるっていうところが決定的に違うかな。だってもうこうやってやっててもなんだまた変な話しちゃったとか、またなんか間違えたこと言ってるし、多分そのさっきのさ50年じゃないけど数字間違えるしみたいなさ全然無理だなって落ち込むもんねまあでも落ち込むっていうか揺らぎはすごい大事なことなのかなっては個人的には思ってますけどね。何かをやっぱり一歩進んだら立ち止まって揺らぐってことは、なんかそうじゃないと正しさのマウントポジションみたいになっちゃって絶対俺が正しいんだっていうのも違うような気がするし、なんかそうやって一歩進んではちょっとだけ考えて揺らぐっていうのはすごく大事なことなのかなっていうのは僕は思ってはいるんですけどもね。あとまた話戻ってしまいますけど、そういう永久先輩に対してはものすごいきちんと、ね、そうですね、きっちり主張なさってるじゃないですか。そうですね。で BCQ は要するに被害者だ、うんうん、でそのことね、騎士は永久じゃないですか。そうですね、呼び捨てにしたら騎士さんは、はい、でね、やっぱ同権人なんですよ、うちの人で、うちの親父もうね、もう死んじゃうんだから最後に言ったらどうし、あれひどいだろあれ、あれ逃げたやつだろ、うん、って親父に言ったわけですよ。これは結構最近かな、あの、去年ぐらいかな。でもこれちょっとで言った方がいいと思うよ、あっちはずるこいて逃げてそのままで、でクルクルパーの孫はあんなことやってんだよ、うん、そしたら、あそこはでも家計がいいだろって言ったんですよ大変残念なんだけど、あまさしくここに、あこう戦争に行ってしまうっていうか、戦争に駆り出されてもそれに対してこう巻き込まれたことに関してふっとこう収まってしまう、本当にあの、まあ、おやじの場合は自分が積極的にやってますからね、それをあの一緒にしたら怒られるかもしれないけど、あ本当にティピカルなダメな日本人がそこにいるんだなっていうふうに俺は、まあ、また怒られると思うけど、だからあそうって、じゃあ申し訳ないけどその本当に孫が違って、孫の産むか僕かこっちは息子が全然違ってごめんねというふうに親父に言ったんですけどね、うん、なるほどね、うん、でもそういうことなんですよ。だってもうこの映画見てるだけでもう苦しくて苦しくて、なんだろう、そのとにかくその自由を奪われるっていうことがやっぱりな、もうそれはもう生きるかってことだからね。そうですね、うん、でも多分自分はその父親のその反面がきっとすごくこっちに来たんだと思う、その言葉にしない、うん、っていうかそのもう本当に抱えて生きていくしかない運命の、戦争の運命の人の何かがここにビロって出たんだと思いますけどね、うんうん、いやでもこれはね本当皆さんみたいに今日こう残ってくださってる皆さんのような方の前だとこういうふうに話をしてもですね、あの部分部分咀嚼してですね、あこいつこういうこと言ってんだなっていうのはあのピックアップしてくださると思うんだけど、俺はなかなか、まあ、難しいですよね。一般の一般っていう言い方なんだけど、普通のところで言うとどうしたのうじき、お前そんななんか
そんなやつなのみたいな。洗脳家って言われちゃいます。もっとただただヘラヘラしてておかしいやつと思ったんだけど、そうでもないんだよね。だから、本当にだからうちの奥さんとかにもね、相当すごいと思うよっていう言われます。まあ相当すごい人だなと思って、テレビのニュースつけて怒ってますから。そんなに怒るなら見なきゃいいのにみたいな。イメージだとね、宇治木さんはもうなんかサッカーとか最近はね、自転車乗ったりとってもそうですよ、健康的なイメージですけども、ひとたびそういう不真面目なことをやってることを許されてる、本当に申し訳ないけど、そういうんで人生やってこれちゃったっていうハッピー野郎なわけですよ。本当にちゃんとした就職を一度もせずに、うん、こんなとこで、あの、なんかもう自分の意見も言えるようなことなのに、ねえ、そんなやつがなんか責任者出てこいって言ってんじゃねえ。いや、いいと思いますよ。そういう人だからこそ言うべきだと思いますけど、この映画、お父さんに見せたいと思います？いや、地味たことねえだろうな。見せたいですか？どうですか？見せちゃおうか。意外と、なんつうのかな、もうこう、見ないものは見ないんだよね、見てても。あ、聞こえないことは聞こえないし、ね、それでどんな風な感想を抱くのかもちょっと気になる。いや、もうね、でもちょっともうギリギリかな。やっぱりあの、不幸なのか幸せなのかだけど、やっぱりそうやってあの歯間膏で鍛えられた体がすごいんで、体は持っちゃってるけど、あ、もう何もやれたことないなとか言ったりする。でもまあ洗車帯でこう耳やられてるんで、耳片っぽダメだったら反対も耳も聞こえなくなって、目も片目見えない。でも自転車とかピュッと行っちゃうんですけど、だけど今だからその帳尻を合わせてる感じじゃないですかね。だからきっと、彼はああいう感じでこうなんかうまくフェードアウト していくのを探してるところかな。もうなんかね、聞きたいことはあの聞けたかなっていうふうに思ってる。だから本当はね、言ってほしかったけどね。ねえ、でも言えない人が未だにいるんだよっていうことの方がすごいなというふうに思うけど、だから決してなんかもう本当忘れ去られてることでも何でもないし、まあまた やりそうだよっていうか、もうやりかけてる。どうしましょうかね。どうやったらあの、なんだろう、一般の人たちに、一般と言って自分たちが変わってるって言っちゃってるところがあるけど、あの自民党とかその他の与党にいる人たちに入れないようにするにはどうしたらいい、そういう具体的なところですよね。あとはなんかデンデンとかはもうしょうがないから、デンデンとかあの吉田茂とかの、あれもう本当にもう、しょうがないから、ああいうのをやらせてる周りの人たちはどうなんだ、まあ、難しい時代なと思いますよ。いや、本当にその東大出ました、何出ましたっていうようなやつらでさ、もう本当にそのね、すごい IQ を持ってしてた、どうしたいのっていうところが、ね、まあ、あの表に出てる連中じゃないですよね。あの、なんだっけ、あのスカート履いてアフリカに行こうとしたんですよ。そうですね、あれですよね。思いますね。なんかね、自分がほとんど同じ世代になってきたじゃないですか。そうするとなんかこう等身大で分かんのね、あ、これダメだなってちょっと年上だったから昔は、そうは言ったって裏でちゃんと やってくれてんだろう、政治家なんだから、あの腹は黒いかもしれないけど、それのスキルを持ってるのは政治家だろうと思ったけど、いや本当にないね、っていうか普通に平番でいても相当能力が低いね。悪口っていうよりもなんかそういうふうに思わないと、どうしましょうかね。なんかのスイッチが内木さん入ってしまった。いや、すいません。いやだから本当、あの皆さんとこうやってお話してると、自分はこうやって喋ったことによって、ああってちょっと今日はなんか喋って楽しかった。これ終わりだからね。まあそうなんですけど。でも貴重な話を伺わせていただきました。それとね、今内木さんのそのお父さんの話を聞いてたのと、あとその映画のシーンで、山下さんの妹さんがね、
そのお母さんの葬儀に向かう時に、お前これからどうしていくんだ、生きるのよって言ってたじゃないですか。で福島に行った後にその日の夜いわきから仙台に行って、で仙台で一泊して、次の日の昼間に五十嵐美京さんっていう漫画家さんにインタビューさせていただきまして、ボノボノっていう漫画を描いてる方なんですけど、もう60過ぎた、おじいちゃんの漫画家なんですけど、で、まあ、その人も被災をなさってて、で、まあ、結局震災後のね、新しい社会って僕らは望んでたじゃないですかって言って、それが来なかったじゃないですかっていうか、もう戦後71年僕らが望んでるような社会ってなかなか来ないじゃないですか、本当はどういう社会が来ればよかったと思います、この震災の後に、あのグレートリセットの後にって言ったら、いや長さんねっていろいろ思うんだけど、正しいことや間違ってることや悲しいことやいろんなことがあるんだけど、僕らができることはただ生きることなんだよって言ったんですよね。それがもう今でもずっと頭の中で残ってて、で多分その言葉に何の答えもないんですけど、今日僕はそのたまたまこの映画のこのトークショーの司会をやらせていただいて、あのさっきのシーンと、それから森月さんのお父様がね、戦争はダメだとは言っていないけど、でも今も95歳で、お元気でいらっしゃって生きていらっしゃるっていう、これが本当に何よりも大事なことなのかなというか、なんか多分僕らが思っているような全てのものが白くなったり黒くなったりすることってないんだとは思うんですけど、本当にただ生きている、命を授かった人はただ生きているっていうことが実は何の解決にもならないんですけど、とっても大事なことなのかなっていうのを、まあ、福島、仙台、そして今日この会場に来て映画を拝見させていただいて、宇治木さんの隣でお話を聞いて僕は感じたことだったりはするんですけどね、まあ何の本当に答えにもならないんですけど、ただそういう言葉を五十嵐美京さんがおっしゃっていて、とっても印象的な言葉だったんで紹介をさせていただければなと思いました。お坊さんみたいな、そう本当に生きるのだって言われちゃう、そうなんですけどね、ただその言葉僕が言うととってもすっぺらいんですけど、五十嵐さんって小さい頃から難聴で、あの自分の言葉もちゃんと喋れないぐらい耳が遠い方なんですけど、その方が言った言葉が、とっても僕の頭の中にぐるぐると今日の映画と一緒に回っております。そして今日はなぜか宇治木さんギターを持ってきてくださっているんですけど、せっかくなんで持ってきてくださってるというか、持ってきてくださいってお願いしてしまった次第なんですけども、フォーラムの皆さんからもぜひ宇治木さんの、すいません、なんかいろんなこと言いたいこと喋っちゃって、いやもうあとは最後は言葉にできなかった思いをじゃあ曲に託していただければなと。何か準備するものは何を準備すればいいんですか。スタンドがあればいいですか。はい、はい、フリースペーパーも意外と歌下手だし、ね、みんな下手なんです。まあさ、その何ていうやっぱ何ていうのさ、その得意なことってあのそんなないんだよね、できる、それを持って歌も何か自分そんなすごいうまいわけでもないんだなって最近思うようになってでも歌いたい、歌いたいですね。物言えぬ憂鬱、所詮パズルのピース、時計の針は錆びついた、へし折れたまんま、全てを意のままに、潰されてたまるか、戦火なき奇跡の歴史、
情を拒め心閉ざすな魂の震え信じろ目を耳を澄ませ見張れ己に反旗翻せ手放すな自由もう一曲くらい聴きたいんじゃないかな。イエイ。どこでも歌わせるんですよ。そうなんですよ。本番前急に呼んで歌ってください。歌ってよとか言って、最初すっげえムカついて、なんだと思ってんだよ。でもね、ある時はたと思ったら、そうか、歌ってよって言ってもらえるんだから、ありがたいことだなと思って、そういうことなんだなと思って、なんかちょっとどっかで生意気になったのかなって。いえいえ、なんかすごいのかなと思って、そんなことないよね。はあ、ありがとうございました。これに懲りずにまた何かどっかでお付き合いいただければ、本当に勉強不足鼻が正しいんですけど、何かこう憤りだけはすごいんですよ。でもいいと思ってんですよ。だって別に政治家でも学者でも何でもないし、嫌なことは嫌だし、みんなもっと言ってもいいと思ってるし、よろしくお願いします。お誘いは大丈夫。前のベッドの中で流れる涙の粒は誰に迷惑かけるわけじゃない、言いたいだけ言わしてやろう。起きちまったことは消せやしない、やっちまったことは消せやしない、やるだけやったなんて言えやしないけど、今日はここまでさ、抱きしめてやろう、こんな自分でも少しは頑張った。眠りにつく前のベッドの中で流れる涙の粒は誰に迷惑かけるわけじゃない、言いたいだけ言わしてやろう。起きちまったことは消せやしない、やっちまったことは消せやしない、やるだけやったなんて言えやしないけど、今日はここまでさ、抱きしめてやろう、こんな自分でも少しは頑張った。今日はここまでさ、抱きしめてやろう、こんな自分でも少しは頑張った。
しは頑張った少しは頑張った明日も頑張ろう。ありがとうございます。ベリックさんに盛大な拍手をよろしくお願いいたします。ゆきさん、今年はなんか周年なんでした？還暦だ、今年還暦ですか？そうかそうか、なんか多分あの聞いていただいた通り素晴らしい歌と素晴らしいギターを奏でるスーパーミュージシャンですので、怒っている藤木剛だけじゃなくてですね、ぜひライブの方とかにも、ホームページなどを検索して足を運んでいただければなというふうに思います。藤木さん、最後になんかじゃあ一言お願いします。ぜひぜひまた皆さんとお会いできる、この片付けながら行こうじゃないですか。もう遅くなっちゃう。あのお会いできることはあったらいいなと思います。なんかもう一方的に拙いあの自分の話ばっかりしてしまったので、ぜひ今度は皆さんのお話を聞かせていただけたらなと思います。なんか力を出し合いましょう。このウィークにまた会いましょう。あの時あんなに元気だったのになみたいな。なんないよね。まあ来年と言わず、あの一でばったりでもいいし、なんかまたそれで、皆さんに何かこう、あ、宇治木が、いたらちょっとなんか変な突っ張りになるかなと思うようなことあったらお声掛けください。本当にあのぜひ本当にあの皆さんのお話が聞きたいです。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。藤木剛さんに盛大な拍手をよろしくお願いします。藤木剛。ありがとうございました。